どうもこんにちは、クラフタです。私は今福岡のガンダムサイド F に来ております。2023年も残りわずかということで、年末の爆買いやっていきましょう。久しぶりに来たんで、どんなキットが売られているのか楽しみですけども、まあ年末よりも来年1月の方が発売されるガンプラ熱いですよね。壁面の巨大なスクリーンには来年発売のライジングフリーダムガンダムの紹介が流れてます。フリーダムガンダムを可変 MS にしてしまうというこの大胆な発想、非常に楽しみ。開店時間が来たので店内に突入。解体商機のサザビーが展示してありますが、これね、何回見てもすごいですよね。なんかもうサザビーに似た別の何かに見えてきた。そしてその下にはニューガンダムも置いてある。これもかっこいいですが、解体商機全然買えませんからね。次回再販時にはゲットしたいが、多分買えないんだろうな。さあ、というわけで購入してきました。今回の商品がこちらになります。と、今回もいろいろ買いましたんで、早速1個ずつ紹介していきたいと思います。ちなみにこちら、前回作ったハイグレードデンドルビームですが、置き場所に困ってます。もうね、机の上に置いたら何も他置けないというね。ではまずこちらの小さい袋からいってみましょうか。最初のキットはこちら、はい、ハイグレードケンプファーです。言わずと知れた名作キットですが、まあ、以前もね全塗装したんですけど、思わずもう一つ買ってしまいました。相変わらずの渋いデザイン、そして武装も味のあるものばかり。チェーンマインとかね、ショットガンとか、もう実弾系ですよ。そしてこのホバリングのような滑空ポーズ、これもねいいですよね。このキットね、全塗装する場合はここのね、肩の部分の合わせ目消しと塗り分けが結構大変なんですよね。風が完全に治ってなくて鼻声で申し訳ないんですけれども、オープン。はい、中身こんな感じですね。おお、きたきた、早速チェーンマインです。そしてランナーの分量はこれぐらいですね。意外と多いんですよね。ご覧のように武装が多彩なんで、パーツの量も多め。そして説明書はいつもの HGUC タイプですね。この写真見てください。まあ全塗装してあるんでしょうけれども、ハイグレードなのにすごく出来がいいんですよね。昔のキットならでは、解説もしっかり載ってます。なんかこれを見てると作りたくなってきますが、ちょっととりあえずは置いておきましょう。ということで、1つ目はハイグレードケンプファー、そして続いてのキットはこちら、デン、ハイグレードオーガジンクスです。こちらはガンダムビルドダイバーズのキットになります。まあ、なんでこのキット買ったかというと、単純に見た目が好き、非常にかっこいい。全体のシルエットはこんな感じで、鬼をモチーフとしているらしいんですよね。これかっこいいでしょ、このいかつい感じ。なんかね、肩にエフェクトパーツ取り付けれるんですよ。トゲトゲしくていい。そして頭部バイザーを下ろすと一つ目モードになるんですね。この辺がね、妖怪っぽくてまたいい。せっかく鬼なんで、鬼滅系のカラーリングとかもね、面白そうですけど。こちらもちょっと開けてみましょうか。オープン。はい、中身はこんな感じ。特段ね、変わったパーツとかはないみたいですけど、結構クリアパーツが豊富です。説明書はこんな感じで、パイロットはこちらのオーガですね。 GN オーガソードはこのようにクリアパーツで再現されています。そしてオーガツインソードにもなりますね。そしてトランザムシステムを発動した場合には、こちらの特殊ロックオン機の一つ目モードになるんです。いや、しかしこの辺りのダイバー系のキットって面白いですよね。モモカプールもそうだし、グリモアレッドベレーもね、人気ありますし、こちらもちょっと作るの楽しみですけども、一旦箱に戻しておきましょう。小さい袋が終わりましたんでね、次はでかい方行ってみたいと思います。続いては渋めのキット、こちら第 08MS 小隊からガンダム EG8 です。こういった陸戦タイプの渋めのキット、ほんといいですよね。思わず衝動買いしてしまいました。機体デザインはこんな感じ、渋いですよね。パッケージには紫外線の様子が描かれてますけど、この辺がね、渋いんですよね。ちょっとまたアニメ見たくなってきましたね。こちらのキット発売は2013年で、価格が1760円。もう10年も前のキットになるんですけど、機体各部の稼働はかなり考えて作られてますね。進化してる。ではこちらも開けてみましょう。オープン。わかりますでしょうか、かなりくすんだホワイトです。ちょっとクリームっぽいというか、渋めのカラーリングになってますけども、全体の分量としてはこんな感じですね。そしてちょっと嬉しいのが、普通のバックパックも入ってるんですが、このバックパックディテール細かいな。追加でこちら、このパラシュートパックも入ってるんですね。これで降下作戦が再現できるという。こちらを買うと、あの大人気機体グフカスタムも揃えたくなるという特典付き、まあ、特典なんかどうか分かりませんけど。そして説明書はこんな感じ。中身は、おちゃんと解説結構詳しく載ってますね。さっき見たのはバックパックではなく、こちらのボディユニットでしたね。
細かいな。そしてパラシュートパックに付け替えた状態がこちらです。同梱の武装類はこちらの 100mm マシンガン、ビームサーベルとシールドですね。武装は意外とシンプル。失礼しました、ビームライフルもついてるみたい。そして可動がね、意外と良好なのが特徴。さあこちらもそっと持しておきましょう。なんだよハイグレードばっかりかよと思われそうなんですが、ここでちょっと大物紹介しておきましょう。こちらですね、ジャキーン、リアルグレードニューガンダムファーストロッドカラーバージョンですね。こちらガンダムサイド F 限定キットとなってます。ニューガンダムファーストロッドカラーとは何ぞやという話なんですけど、こちらはニューガンダムの運用テスト中のカラーリングなんですね。このファーストロッドカラーを侮ってもらっては困る。こちらクラフターが大事に取ってるチラシなんですけど、これガンダムファンクラブリニューアル時のチラシなんですけど、見てください、ここニューガンダムのファーストロッドカラーのイラスト、めちゃくちゃかっこいい。本当にこれすっごい好きなんですよ。やばいなこの絵。そのカラーリングのガンプラがこちらということですね。全体的にダークブルーの部分がグレーになってるんですが、一番好きなのがここ胸部インテークの部分がこれオレンジになってるんですよ。これがね、この色使いがいい。そしてこちらには解説が載ってます。ちょっと読んでみましょう。アナハイムエレクトロニクス社で完成し運用テストが行われたというグレーのカラーリング機体、ニューガンダムファーストロッドカラーバージョンをリアルグレードで立体化。リアルグレードクオリティの可動構造に加え、ビームライフル、ニューハイパーバズーカなど各武器類の再現と表現豊かなハンドパーツも付属。リアリスティックデカールおよび水転写式デカールでマーキング類を再現。水転写式デカール入ってるんですよ、マジか。はい、機体デザインこんな感じですね。もうバリバリにかっこいいです。当たり前です。さすがにカラーリングが変わっただけなんで新規造形のパーツとかはないと思うんですけど、ちょっと開けてみましょうか。オープン。はい、わ、細かいな。相変わらずさすがリアルグレード、一個一個のパーツが非常に小さい。そしてそしてリアリスティックデカール、これ違いますね。以前のリアルグレードニューガンダムとは違うリアリスティックデカール入ってますね。ファーストロットカラーバージョンと書いてある。こんなのなかったですよね。ありましたっけ、ちょっと忘れたな。そして全部出してみますけど、はい、来ましたよ。ご覧ください、水転写式デカールが入ってます。死ぬほど嬉しい、これやば。そしてほら見てください、フィンファンネル用にナンバリングが打ってある。フィンファンネルの略でしょうか、 FF1、FF2、そして FF6 までちゃんと打ってある。やば、激アツ。こちらは説明書ですね。以前のニューガンダムと同じもののようです。中身も一緒みたいですね。そして追加でこちらの説明書が入ってる。ファーストロットカラーバージョンのカラーチャートですね。そして中はこうなってて、まあこちらはわかりますよね。新しいリアリスティックデカールと水転写式デカールの貼り方と。そしてこちら、どうやらパーツが違うのか、まあカラーリングが違うから別ランナーになってるんでしょうか。そしてパーツリストも違いますね。使わないパーツがあるようです。これはちょっとなかなか興味深いぞ。こちらのリアルグレードニューガンダム、ちょっとね組み立ててみないとどの辺が違うか分かりませんけども、これはね期待ができそうです。お楽しみに。さあそしてお次のキットはこちら、ハイグレードホビーハイザック。こちらもガンダムサイド F 限定キットではあるんですが、ご覧ください、非常に可愛らしい。こちらのキットもね、買うかどうかずっと迷ってたんですけど、やっぱ買っとかないといけないだろうということで購入しました。機体デザインはこんな感じで、特徴的なカラーリングです。そしてこのショルダーアーマーの大きさ、これが非常に特徴あります。説明載ってますね。軍から民間に払い下げられた MS をスポーツ競技向けに回収した機体であるホビーハイザックを AOZ リブート版として144分の1スケールで立体化。まあ機体構造はシンプルっぽいですけど、バックパックのスラスターノズルは稼働するみたい。このキットはカラーリングが奇抜なんで、どんな成型色かちょっと楽しみです。開けてみましょう。オープン。はい、色鮮やか。あ、この色いいですね。成型色全体の分量としてはこんな感じなんですが、説明書が非常にシンプル、全部白黒だし何の解説も載っていないという。クラフタ的にはね、この説明書の解説読みながらニヤニヤするのが趣味なんで、できれば解説入れてほしいな。こちらもね、いつになるか分かりませんが多分作ると思う。そして早くもお次が最後のキットとなります。最後のキットはこちらです。じゃん、マスターグレードダブルゼータガンダムバージョンカトキです。こちらもね、先日再販されたというか、まあ、ガンダムベース系にしか売ってないような気もしますけれども、パッケージは相変わらずかっこいいですね。バージョンカトキ仕様で
ご覧ください、このシルエット、抜群にかっこいい。そしてね、分離合体ももう完璧でしょうね。ダブルゼータ系は同じくバージョン過渡期版でファッツが発売されてましたけど、そのファッツに比べるとこちらのダブルゼータ版は非常に悪役っぽくないヒーローっぽい顔してる。ファッツはね、かなり悪人面でしたからね、まあそっちの方が好きって方もいっぱいいると思いますけど、これも開けてみましょう。オープン。はい、パンパンですよ。もうね、箱に入りきれてない。横から見ると分かりますが、ランナーがこのようにもうはみ出てます。フェンダーからタイヤがはみ出てるみたいな。これはね、もう車検通りませんね。まさにガンプラ界の違法車両。ランナーを詰め込みすぎたキット、出してみましょう。ありますね、ボリューム。バージョン過渡期は細かいところが豪華なんですよね。シルバーはこのようにメッキ加工されてますね。そしてもちろん水転写式デカールが付属してます。超絶でかいビームサーベルのエフェクトパーツもついてます。こちらデンドロビウムのビームサーベルと比べると全く同じもの。パーツは多いですけど、デンドロビウムを作った後はどんなガンプラも小さく見えるというこの不思議。今のクラフターなら簡単に作れそうな気がする。そして説明書はこのような感じですが、厚みがねかなりあります。解説もバッチリ載ってるんですね、バージョン過渡期だから。いや、これはかっこいいわ。そしてバージョン過渡期といえば、過渡期はじめしのインタビューが必ず載ってるのも定番ですよね。これも後で読みながらニヤニヤしたいと思います。こちらはね、間違いなく作りますんで、どうぞご期待ください。はい、というわけで今回は2023年年末の爆買いということで、合計6個、まあいつもより少し少なめでしょうか。そして今回の購入金額が、ハイグレードケンプファー1980円、ハイグレードオーガジンクス2200円、ハイグレードガンダム EG8 が1760円、リアルグレードニューガンダムファーストロットカラーが5280円、ハイグレードホビーハイザックは3080円。ホビーハイザック高いな。そしてマスターグレードダブルゼータガンダムバージョン過渡期が6600円ということで、合計2万900円でした。まあね、2万超えたということで、ギリ爆買い認定させていただいてもよろしいでしょうか。2023年も残すところあと数日、皆さんも年末年始ガンプラを爆買いしてみてはいかがでしょう。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。